メジャーリーガー大谷翔平選手の名前について中国の企業が商標登録を申請していることが分かりました。こちら中国の商標を確認するサイトなんですが、大谷選手の名前をですね、入れて検索してみますと、このようにすでに商標登録が申請されていることが分かります。登記によりますと、大谷翔平という商標を申請したのは福建省内でアパレル関係などの業務を行う会社です。我们是日本朝日电视台，就是我们注意到，贵司是以大谷祥平进行的是那个商标注册。我们想问一下，就是您贵司为什么要注册这个商标的名字呢？申請の理由について会社に取材を試みましたが、回答は得られていません。中国では過去にも卓球の伊藤美誠選手やフィギュアスケートの羽生結弦選手の名前について商標登録が申請されていますが、多くは却下されています。